ホネットウエピーグーですね。ラホネットのキャラジュリなんですね。さあさあ先方はラホネットのジュリー、そして佐々木ゴーディー、カードはないですが佐々木ゴーディーです。本日ですね、一応あのお断りですが、阿蝶の方ですね、あの今年の夏頃からですね、あの大きい大会をですね、あのライブ配信をやるという形になっておりまして、現在この大会もライブ配信中でございます。あとですね、まあ、あの遠目の写真、遠目のカメラなのであの大丈夫だと思いますがですね、皆さんあの C 筐体のあの前面にですねカメラ、あの青く光ってるの分かるかと思います。あそこにカメラがついてますんで、あのまあ遠目からなんで顔はあんまり分からないと思いますが、一応あの映ってはあのいけない方は割といらっしゃると思うので、そういう方はあのあそこにカメラがあるぜっていうことだけ覚えておいてください。大体あの A 筐体と B 筐体、あ A 筐体があの綺麗にスロット落ちる感じになっておりますので、あのカメラ映っちゃいけないぜという方々はですね、っていうか僕も実はそうなんですが、あの映っちゃいけないぜという方はですね、一応場所だけね確認だけしておいてください。よろしくお願いします。どんどん呼んでいきますよ。次はどう呼ぶかと言いますとですね、A 筐体、 A 筐体が、ピッカリ君 と、レッツゴーアンパンマン、ピッカリ君いますか。ピッカリ君は秘書のチームですね、ピッカリ君秘書を掘った浜田君だったかな、浜田さんですね、秘書を掘った浜田さんチーム、ピッカリ君、ピッカリ君いますか。ピッカリ君秘書ホット浜田チーム、ピッカリ君秘書ホット浜田チーム、ピッカリ君、はい、A 筐体で、3人集めてお待ちください。対戦相手がアンパンマン、レッツゴーアンパンマン、レッツゴーアンパンマン、はい、A 筐体の周りで3人集めた状態でお待ちください。後でじゃんけんしてもらいます。こっち後です。3と4は後です。こっち後です。はい、まあ、もうちょっと後です。そんなバカよ。あの次なんで、あのメンバー集めた状態で A 筐体で、 A 筐体で待っててください。はい、はい、B 筐体呼びますよ。B 筐体はここですね。平成メガネベスト3入っておいて、平成メガネベスト3、平成メガネベスト3、平成メガネベスト3チーム名が、ミーカ君、ジャファル、バベモモモチーム、平成メガネベスト3ミーカ君、バベモモモ、バベバババベモチームとジャファルの3人チームですね。平成メガネ、あ、いました、いました。B 兄弟の周りで3人集めた状態でお待ちください。B 兄弟のとこです。で、対戦相手、カトゥー48。カトゥー48。はい、チームメイト3人集めて B 兄弟の周りで待っていてください。また後でじゃんけんだけしてもらいます。続きまして C 兄弟が、C 筐体がここですね。
シグナル読みますよ、アップルパイの片思い、はい、アップルパイの片思い、アップルパイの片思いやっぱりボスのチームだと思ったもうなんでもめっちゃ80年代やこのデビューはアップルパイの片思い、80年代のなんかアイドルみたいなチームアイドルの曲名みたいなチームですはい、アップルパイ、対戦相手がメロズミ、パチ君パミュー、エビチーム、パチ君パミューエビチーム、メロズミ、メロズミいませんか、メロズミ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 、ガチ君パミューエビチームいませんか、パチ君、あ、いました。じゃあじゃんけん投げしていってもらいましょうかね。はい、じゃあここにボスがいるんで、はい、さあガチ君わざわざ今日はありがとうございます、遠くから。はい、今日はですね、あの広島勢のガチ君とかですね、四国勢の佐々木さんとかですね、なんかあっせんで関東から来た段使いの方とかですね、なんかいっぱい来ております、ありがとう。じゃあじゃんけんしてワンピース見てみようかな。ワンピーか 2P かだけです、 2P で。はい、じゃあ C 兄弟で次やるんで、分かれた状態で C 兄弟で、はい、じゃあ B 兄弟、どうぞ次の組み合わせどうぞ、座りましたら、はい、さあ、あ、そうそう、トーナメント表のアップをしなきゃ。兄弟はですね、浜田くんの殺流、そしてあれは6と書いてある殺流ということは、マヨからの殺流ですね。陣営のはね、豪剣です。え、奥さん放棄じゃないんですか、放棄なんですか、なんかこの前ウロローズや、この前ウリョローズ、ノリヤスノリヤスブランカ、なんだそれなんだそれ、さて、1P 側が、浜田さんの、殺意ですね。そして 2P 側はマヨからの殺意ですね。6ということは、6殺意ということはマヨから殺意ですね。
昇竜拳お前フリテンやんこれ。フリテンチョンボか。おお。おおチョンボっぽいですねこれ。これでもねノリヤスさんに聞かないとわからない。はい。よし、はい、ですね、今ツイッターの僕のアカウントでですねトーナメント表をアップロードしてるので、トーナメントここまで見に行くのめんどくさいっていう人はツイッターで僕のツイッターで見てくれるといいと思うよ。はい、さあワンピガーはユラリックス、おユラリの件だいぶ成長しましたね。さあユラリックスといえばいつまでもついて回る、さあ北斗の拳攻撃最初に代表記録をゲットした男ユラリックスいつまででもついて回るこの方。さあ残影が通って、さてでは呼び出しをしますよ。C 兄弟が、ここですね。今アップルパイ対メロズメやってるのでこのすぐ下ですね。ポケモンマスター、はい、ポケモン夢はポケモンマスターいますか。夢はポケモンマスター、夢はポケモンマスターいませんか。ポケモンマスター、あれ誰もいない。パパやサジ竹丸チームいませんか。夢はポケモンマスター、パパやサジ竹丸チーム、誰もいない。夢はポケモンマスター、あれいませんね。ちょっと一回飛ばしましょうか。はい、じゃあ新業でごめんなさい、1個飛ばしてここやりましょう。高槻の運命の稲妻いますか。高槻の運命の稲妻、高槻の運命の稲妻、運命の稲妻、あれ、金のメイワイルチーム、高槻の運命の稲妻ドアップやし、高槻の運命の稲妻いませんか。金のメイワイルいましたね。はい、対戦相手が H3、 2回目になるんですが H3 いませんか。 H3、 ハイテキヒロ、はいはい、そこですね。はい、はい、じゃあワイルのところと次 C 兄弟で試合してもらうので、 C 兄弟が来ましたら試合してほしい。じゃんけんしてワンピースに決めていただいてよろしいですか。はい、さあ、異形態は飛翔の勝利。ファイル、メウ、均等チームと、ハリデシハイデキヒローチームですね。C 兄弟に移動していただいて試合を始めてください。はい、よろしくお願いします。さあどんどん読みますよ。B 兄弟、アッセン1、アッセン1、1人いる。コロナさんとアロンさんいらっしゃいますか。コロナさんとアロンさん、はい、1人、あ、3人いますね。はい、じゃあ集まって対戦相手、おい小池チーム、ブラジリアンフルのサブハリがいましたね。はい、はい、じゃあ対戦相手、あそこです。はい、じゃあじゃんけんをして 1P2P を決めてください。はい、
1P か 2P か。さあ僕はこの関東から来たザンツカイの方がすごい気になるんですが、さあどんな動きを見せてくれるんでしょう。はい、B 兄弟で試合をするので、B 兄弟で分かれた状態で待っているチームメイト、アッセンション集まってますので、ブラジリアンフロント行われるチームですね。キンド、キンドいませんか。キンド、キンドいませんか。キンド、キンド、フェイロン使いのキンドはいませんか。キンド、ワイルさんがお呼びです。キンド、え、キンドで誰とどの辺と仲がいいの。高槻勢だから高槻勢仲良くないの。誰が知らないか知らないの。キンドいませんか。キンド、キンドまたはキンドの電話番号をしている方、キンド、こう要所要所で誰かがいないですね。キンドはいませんか。キンド、アセイチと、多い攻撃チームはですね、 B 兄弟で分かれた状態で、後ろで回っていてください。はい、はい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 、調子上げ調子上げで、はい、チームメイトお待ちです。キンドさん C 兄弟ね、 C です、 C 向こうです。はい、以上向こうです。青い兄弟です。はい、青い兄弟で言ったら水色の兄弟です。はい、さあ勝ったのはワオ。さあワオ大将はワオの勝ち。さあレッツゴーアンパンマンの勝利。さあ次はアンパンマン、何でもいいので書いていただけるといいかなと思いますので、ぜひですねアンケートの方ご協力の方よろしくお願いいたします。はい、さあ 1P 側が C タイプ、 2P 側がアミユ。さあ現対ホンダからスタート。さてさて C 兄弟は、さあバイパーは、でそうですね、はい、そこですね。はい、ではさっきじゃんけんだけしてみましょうか。ポケモンマスターいますね。これフリテン、フリテンチョンボでいいかな。フリテンチョンボ、ウリオのチーム、ウリオノリアス、6チーム、ウリオノリアス6チーム、あれ誰もいない、ウリオノリアス、あーいました。これフリテンチョンボでいいやん、チョンボやん、そうやな。はい、じゃあじゃんけんをして 1P、2P 決めていただいて、C 兄弟が空いたら C 兄弟で試合をしていただくので 2P で、じゃあ一番向こうの C でやるんで、チームメンバー集めたら C 兄弟でお待ちください。はい、勝つ。はい、はい、では B 兄弟、さっき呼んだ、おい小池とアッセンイチの試合をします。おい小池とアッセンイチの試合をします。はい、もう一回手を挙げて、おい小池とアッセンイチ、はい、アッセンイチいますね。おい小池、おい、はい、じゃあじゃんけんしましたよね。はい、じゃあ 1P、2P 分かれてもらって、先方の方、B 兄弟お座りください。さあ垂直ジャンプに綺麗に合わせる。さあ逆転からの残影。さあまず先鋒戦取ったなアミエ。さあ出てくるのはマッキー。さあ、さあ行きましょう、中堅先鋒戦。さあマッキーアベルとアミエゲン。
下段対空から悪評がある。おっと正面から、さあ B 強、おっと B 強隊、まず豪剣が一勝、アロン豪剣、北陸からやってきたアロン豪剣。さあ最初誰が上げたかな。さあブラジリアンフレンスとハニットチームという対戦だが、さあこの北陸のアロン豪剣と関東のコロナ弾がすごく気になるんです。しまったな、 A に持ってきたらよかったな。さあ言ってるまで筐体。さあ2ラウンド目もゴムの展開、あーあったー。さあ終盤差し込みからの逆転からのジャコハ。さあこれでアミューが2勝。さあそして最後大将出てくるのは夢見るシャンソン人形の鬼。シャンシャンソンとアミエ、これはどこまで行く？あっと若干残る。さあワンマン勝負。あーっと、さあ高い位置でのめぐり中銀がどれ。さあまずアミエ3縦のリーチ、最後正面から押していってアミューは3打で。これかクラさあ、A 兄弟はユージ対666で。さて、B 兄弟呼びましょうかね。ここやな。軌道三人衆、軌道三人衆、吐いてあげて、軌道三人衆。ギルミンファントムソーブ、はい、いました。B 兄弟で試合します。対戦相手クピのポンスケ、はい、クピのポンスケ、はい、 B 兄弟で試合するのでメンバーを集めてください。あの丸クピのポンスケと書いてクピのポンスケ、はい、はい、
終わった勝ったのはさくらということで、フルブラジリアハンサワーニチームの勝利。はい、じゃあ B 兄弟、ポンスケチームと、パーカーボーナスマンオーストチームと、UP ファントルソロアルバリオチーム。はい、では試合をします。はい、B 兄弟止まってください。さあ C 兄弟はさあウヨノリアス6括弧全員サブキャラ。ウヨローズ、ノリアス、ブランカ、6、5、剣という変なチームでございます。さあ決勝トーナメント残ってくるでしょうか、このチーム。さあ大阪トップランカカー対決、さあカントラ対666、中堅先鋒戦。カットナインベユージ、そして666マヨカラワオ。やばい、あのサブキャラチームのエンジョイ度の高さがやばい。エンジョイしすぎやろあいつら。さあさあまずはカントナ
まあ B 筐体はまだですね、はい、パーカーなどがとりあえず貼っているところですね。さあどんどん呼んでいきましょうか。ここ今試合してる、はい、お待たせ、加藤48、ああいますね。じゃあ C 兄弟移動してください。対戦相手がホーク学校再び、はい、ホーク学校、一番外の C 兄弟で試合するんで、 C にあのコウジがいるんで、あの筋肉連れていてくれると、はい、はい、C 兄弟でホーク学校 と、加藤48試合をする、あの空いたら試合をするので、 C 兄弟お互いそれぞれ移動しておいてください。中堅対決なのかな。さあサジバルログ と、6号剣で中堅、中堅かな。で大将が、ウリョウリョローズが、ポケモンは誰がいるんだろう、ちょっとわからない。B 筐体はパーカーのアドと誰が座っているんだ、あー見えない。さあ C 筐体取ったのは号剣、6号剣が中継戦を制す。さあそして A 兄弟は、さあインペガイト、ワオ鬼、おっと、さあ昇竜にバクステ合わせて、さあまず取ったのはインペガイ、が通って、あ、よし、内容通す、EX 竜巻重ねです。さあ和王が取り返す、さあリーチを取れ、さあ3ラウンド目、さあインペこらえるか、和王が決めるのか。さあセミから寄っていくんだわ、さあイメージ耐えるか、コーナーとリズナーガード、あー頭抜ける、さあ取ったのはさあアンパンマンとチンパンメンは、アンパンマンの勝利。さあブロック消し上がった。Are you ready? Fight! ハイロソー、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 ハイロソン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 
さて後半ブロックに入っている方々ですね、次から試合がありますので集まってくださいね。後半ブロックに入っている方々、試合が次より始まりますのでどうぞお集まりください。チームメンバー揃ってない方は集まってくださいね。で一試合多いところから先や呼んでいくのでエンチャンファミリー眠れる森のヒヒトウとモンゴルマグロドドスコカレー星人猫背、500シャカリキダイナミック昨日出会った酔っ払いと組みました。この攻略法を使って私はハッピージャグラーに2万枚出しましたの方々が先試合呼ばれますのでチームメイトをすぐ集めておいてください。よろしくお願いします。タイドグラはまずドグラの勝利。では呼び出しをしていきますよ。エンチャンファミリーいますか？エンチャンファミリー、エンチャンファミリー、あ、いました。対しまして眠れるもみのヒヒキョウと、あ、じゃあちょっとじゃあここでじゃんけんしましょう。はい。じゃあじゃんけんをしていただいて、はい。まあワンピツビだけなんで、はい。ではグー、ワンで、こい。はい、どうでしょう。ワンピーかツービーかだけ。はい。一番向こうの C 兄弟で試合するんで C です。なので C まで頑張ってお互いチームメイト集めて移動してもらって 1B2B 分かれた状態で待っていてください。はい。だから眠れる森のヒヒ京都が 2B でエンちゃんが 1B ですね。さあどうしました。またうちの配信チームがなんか苦い顔してますが大丈夫ですか？さあ、兄弟の試合はパミュー対ドグラ。さあどんどん読んでいきましょう。どうや。モンゴルマグロドドスコカレー星人。はい、モンゴルマグロドドスコカレー星人。ますか。モンゴルマグロドドスコカレー星人掘ってほしい。ああそうですね。はい、 B 兄弟で試合します。対戦相手猫背チーム。はい、猫背中棒、棒中チームですね。はい、B 兄弟で試合をします。
なので、まずチームメイトを集めていただいて、B 筐体の、横のところで待っていてください。さあ営業隊はバニューが取り返す。3本目さあ勝てばブロック決勝、じゃあブロック進出となるこの組み合わせ。これなんですよ、この C 兄弟に行くチームは必ず楽しそうっていう、このさあ金ネルチームがすごく楽しそうです。まあね、ホークが試合するっていうだけで楽しいですけどね。さあ影響対ドグラ対バミエン、投げを通して、あっ、グダッサーガード。さあ、ドグラはガードしていた。そして大将。さあ、おっと、エビハカの BP が7番もある。さあ、7番ハカン対15番手が、さあ、なんか。15番手より7番ハカンの方がなんかすごい気がする。ガーロ滑っていく。さあまずはハカンがダイルグリード、はい、キドウの勝ち、はい、ありがとうございます。さあまずブロック決勝上がってきたのはキドウ3人衆、ゲーミー、ファントムソーバー、アルマリオチームで、あとポルテがいきなり上がってきた。はい、行きましょう。では、B 筐体。じゃあ、モンゴルマグロとドスコカレー星人と猫背の試合を B 筐体でします。はい、じゃあ、まあ、じゃんけんをしてください。お互い B 筐体の横まで移動していただいて、はい、まず移動しましょう、移動しましょう。B 筐体の、横の通路まで移動しましょう。はい、はい、お互い手挙げて、はい、ドスコカレー星人と、猫背。はい、はい、じゃんけんをして 1P2P を決めてください。 1P2P を決めてください。さあ影響体はエビハカンが1ラウンド先取。さあハカン6本まで巻き返せ。よけてみー、はい、では C 兄弟も先ほど読んだエンチャンファミリーと眠る森のヒヒ兄弟、はい、では C 兄弟 1P2P 分かれてください。 C 兄弟 1P2P 分かれてください。セポン聞きに行きますね。
のブロックに、突っ込まれてる皆さんもですね、ぼちぼち呼ばれますよ。さあ、影響体、エビハカンが1人抜いて、そして2人目も、わーっと EX つるっと EX つるっといって、エビハカンが2打で、さあ、ハカンが15万ペガと19万ゲを撃破。え、ハカン強いんじゃね？いや、ハカン。そうです、勝負が面白い。一途。いいですね、称号一途。さあ行きましょう、大正大月逆見立てで迎えたエビハカン、対するは佐々木ゴーリー。さあどっちがそのキャラに一途なんだ。さあ行きましょう、まずはこう2対1リードから、しかし正面からコンボを通していく。もう一回、これはスクリーミナルアッパー。さあ佐々木コーディ、まずリーチ。さあ2ラウンド目、さあハカンの逆三立てなのか、コーディが止めるのか、すかし投げ、もう一回。EX 割り込んでいく、スタンからガード。さあここからハカンのターンが始まるのか、正面。さあ突っ込んでしまった、しかしエビハカンの快進撃もすごかった。勝ったのはコーディー任せ、本当にコーディー任せでしたね。はい、コーディー任せましょう。さあ A 兄弟は 1P 側が高槻の運命のやつは先方金のフェイロン、そして対する 2P 側はまあ名前の意味ではそうですよ、ウリオ、ノリアス、そして6、しかしキャラが全員サブキャラ、6ゴーケン、ウリオ、ローズ、ノリアス、ブランカという、さあ不思議なこのチーム。さあこのサブキャラチームはどこまで行くのか。さあ対するは 1P 側は金のフェイロン。さあ、皆さんですね、この間、ちらっと金藤さんがツイッターで言ってたんですけど、某外付き屋 の高槻の青い稲妻っていう、ね、ネーミングが、ね、かっこよくてですね、俺にも高槻のなんとかっていう名前が付けたいというふうに確か金藤さん言っていらっしゃったはずなのでですね、誰かぜひ彼にですね、かっこいい名前を付けてあげてください。俺の負けだ、さあキンドフェイロン、さあ一体高槻の何ていう名前がつくんでしょうか。さあとか言ってる間に、B が終わりましたね。B 兄弟、ドロスコと猫背でどっちが勝ちました。ドロスコカレー星人と猫背はどっちが勝ちました。猫背、はい、ありがとうございます。はい、では B 兄弟、こっち、ここやりましょう。シャカリキダイナミック、お待たせしました、 B 兄弟シャカリキダイナミック、シャカリキダイナミック。さあ A 兄弟はまず金堂が一緒、シャカリキダイナミック、B 兄弟まで入ってきてください。いますね、対戦相手500いますか。トルネコ大阪からではなく高槻から来ます。そうです、高槻住民はですね、高槻っていうのとこ名前に誇りを持ってます。はい、
マン。ハン、ハン、ソウルスマン、ソウルスマン、ウィッ、ウィッ、ハン、ハン、ソウルスルー、ソウルスパン、ハッ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 、イズル、ダン、ダン、ウェイ、ダン、ダン、ダン、ママに。俺の負けだ。さあ A 兄弟はいろいろあって、まずウリオローズ1ラウンド。さあ B 兄弟どうぞ始めてくださいね。ユーポ対、スコアかな。さあどんどん次呼んでいきますよ。昨日出会った酔っ払いたちと組みました。はい、昨日出会った酔っ払いと組みました。はい、C 兄弟で試合します。チームメンバーをまず集めてください。対戦相手、この攻略法を使って私はハッピージャグラーで2万枚出しました。はい、ぜひ行きたいですね、攻略法。はい、はい、ハッピージャグラーで2万枚いますか。ジャグラーで2万枚、ジャグラーで2万枚、あ、ジャグラー2万枚いました。どういう方法なんですか。なんとなくそうですよね。はい、はい、じゃあメンバーを集めていただいて、C 兄弟にまず移動してください。 さあ中堅対決、ワイル対666。ソウルスマン、ソウルスマン、ソウルスマイル、さあ C 兄弟終わったっぽいですね。眠れる森とエンチャンファミリー勝ったのどちらですか。眠れる森とエンチャンファミリー、眠れる森のピヒトートとエンチャンファミリーは勝ったのどちらですか。エンチャンファミリーの勝ち。はい、ありがとうございます。はい、では C 兄弟すいません、C までお互い移動してきてください。昨日出会った酔っ払いと、ジャグラーで2万枚はい、じゃあ C の横の通路まで代表者、ジャンケンをしに移動してください。ジャグラーで2万枚と、昨日出会った酔っ払い、はい、まず C まで移動してきてください。はい、はい、じゃあお互い手上げて、お互い手上げて、はい、はい、じゃあジャンケンをしてワンピツーピー決めてください。ジャンケンして、ジャンケンして、ジャンケンした、ジャンケンしました、大丈夫かな。はい、じゃあ C 型先方の方は座ってください。はい、いやらしい、はいはい、はい、では C 型どうぞスタートボタンを押して始めてください。バックジャンプショーキック中断でした。さあ煮立て、最後出てくるのはメル。さあ、ミウマコトのチームは50円パワーズだった件について、あ、そういえば今日50円パワーズのメンバーいないですね。こ、誰、誰一人いないですね。ウリオローズが EX 掴んで、さあそして出していく、投げて、さあまずウリオが1ラウンドリーチを取る、ゴールスルー、
さあ取ったのはウリョウリョローゼ。さあフリデンチョンボの勝利。さあ行きましょう。Let's get started. Fight. さて、筐体はルクスク対またルク出てきた。ああそうですね、マヨからですね、マヨからさっきですね。さあタウトルルトを通して、うお飛んでくる。しかし勝利。さあ D 筐体はトルネコと誰だろう、ちょっと見えない。後ろにですね。そして C 筐体がガイルとホークが試合をしているなっていう。ということは、タヒチのホークとタイチガイルですね。おっと、どこまで残す？さあ、まずは真横から撮影。さあ、残るはセスとホーク。さあ、そしてじゃんけんで決める。さあ、キンテブセス対マヨカラ、さて、おっと、さあまずは真横からから。さあではどんどん呼んでいきますよ。ちょっと冷戦気味になりますが、トーナメント表順番通り読んでいきます。エンチャンファミリー2試合目ですが、エンチャンファミリー、はい、C でお待ちください。対戦相手が忍者力士忍者入ってあげて、忍者力士忍者、はい、C で試合するん で対戦相手反対側にいるんで、 C が空いたらまた言います。チームメイトを集めておいて C 筐体で待っていてください。さあキンテムセスが取り返す3ラウンド目。B 筐体呼びます。リザレクション全裸待機、リザレクション全裸待機。あ、終わりましたね。勝ったのはアドンということは、タレゾーアドンかな。シャカリキダイナミックの勝利。すいません、先ほど呼んだですね、エンチャンファミリーと、忍者力士忍者、ホンダバルログイブキと、サツイセスブランカですが、B が空いたので B でやります。B 兄弟の横まで移動してきてください。はい、忍者力士忍者、B 兄弟お越しください。 B 兄弟、
さあ A 兄弟はキンデムが勝利して大将じゃないですね、中堅出てくるのは666。ヤンが出てこない。はい、はい、まず兄弟の横まで、横まで移動してください。兄弟の横まで、はいはい、スコアチームちょっと次のチームのために上げてあげてください。はいはいはい、まず兄弟の横まで、お互い移動してください。はい、力士忍者力士、はい、エンチャンファミリー、はい、じゃあ手、お互い手あげて、はい、お互い手あげて、はい、じゃあじゃんけんをしてワンピーツービー決めてください。はい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 、さあヤンがフルコを通してどこまで、最後まで、さあまず666ヤン、はい、じゃあワンピーツーピー分かれてください、ワンピーツーピー分かれてください。 B 兄弟結構大きいできます。さあ、キングオブセスと666ヤンの中堅対決。さあ、転身からフルコンを刺してどこまで、セスだぞ、セスだぞ、最後まで。さあ取ったのは666ヤン。腕投げ下投げ、ボスボクポンスが C 兄弟で試合するんで、じゃあまず移動してもらって、じゃんけんしてワンピースビーだけ決めてもらっていいですかね。腕投げ下投げ、僕ポンスけど、リザレクション全裸待機、はい、じゃんけんをしてワンピースビー決めて C 兄弟で分かれてお待ちください。さあ B 兄弟はニュータイプバローが一緒、そして A 兄弟は出てくるは大将コージホグ、大阪は6位、もう1回。さあまず1ラウンド選手、さあ今日は大阪のトップランカーが揃い踏みでございます。さあ取ったのはホーク、さあコージが取り返す、そして大将スワルはワオ、さあコージホー、さあ大将対決、コージホークとワオの鬼、EX スパイア、これは掴めず、しかしまだ回している、そうです、投げキャラはね回すのは基本なんです。これは昇龍返せ、回している、さあコージが1ラウンド、そうですよ、回すのは基本ですね、投げキャラはね何回回すかですからね。
さあ、C が決まったのかな。ジャグラーと酔っ払い勝ったのどっち。はい、ジャグラーと酔っ払い勝ったのはジャグラー。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ C 兄弟、先ほど言いましたリザレクションと、腕だけ下だけ僕ポンスケ、はい、C の横の通路まで移動してきてください。腕だけ下だけ僕ポンスケと、リザレクション、はい、じゃあじゃんけんしワンピツーピー分かれてもらったかな。はい、分かれ OK ですね。はい、じゃあ先方を聞いていった方がいいかな。はい、さあウルゴンが決まって一気に。さあ A 兄弟 1P 側出てくるのはミネネローズ、そして対する 2P 側のレディスティブ、腕にくるのはチータホーグ。さあホーグ対ローズ回していく。さあ 1P 側がこれ今日のアチオのトップチーム、ニューシマウト川西流ミネネローズと絶賛修行中、そして対する 2P 側レディスチーム金麦愛好会。いや金麦はいいですよね。さあ金麦がいいというか金麦の CM のダンディが可愛すぎていいですね。さあ言ってる間にさあチータンが掴んでいく、コパンこすって、さあチータンまず1ラウンド。さあチータンホーク1ラウンド先取して2ラウンド目。さあミネルローズ対チータン、さあどんどん読んでいきますよ。ですね、次は B が来るかな、もうそろそろ。さあ B 兄弟呼びましょう。DT 野郎 A チーム入りますか。 DT 野郎、あ、終わったんかな。 B 兄弟終わったっぽいですね。勝ったのがセスということは、エンチャンファミリーの勝ちでよろしいですね。はい、ありがとうございます。さあエンチャンファミリーがこれでブロック決勝いきますね。さあ行きましょう。じゃあ B 兄弟今やった DT 野郎 A チーム入ってあげて、はい、そこでやります。 B 兄弟でやります。対戦相手猫背いますか。はい、B 兄弟で試合します。 B 兄弟ですぐ後ろですね。はい、そこで試合します。回していく、チータ回していく。さあこれで一旦出して、さあ形勢を立て直したいですね。クラッて、さあミネレカツカツ一度と取り返し3なので、さあでは、B 兄弟、はい、お互い向けてあげて、はい、猫背と DT 野郎、はい、ではじゃんけんをして 1P2P を決めてください。ゴールスパーク、ゴールスパーク、戻れない、甘いわ、戻る、チータンが回していく。ソウルスパーク、ゴールキル、魂が導くままに、ソウルスパーク、さあチータンがミネネが一度後へ残り28秒、さあ削っていく、どうし、かわし損ねたい。さあ追戦防戦とったのはミネネ、
さあ出てくるのは竜やバルログ。It's the battle of the century. Fight! ソウルスパーク。ソウルスパーク。さて、どけたぞ今。ソウルスパーク。また積もる。ブラッティハイク。さあブラディゴ一気に追いつけ。魂が導くままに。これは。さあこれはかわせず。さあそして。さあレディース二人を引き連れ大将。さあ風神拳のジェリー。Are you ready? さあ読んでいきます。 C 筐体かな、おそらくのシャカリキダイナミック、シャカリキダイナミック、はい、2試合目 C 筐体でやります。対戦相手ストレス社会、お待たせしました。ストレス社会、はい、大変お待たせしました。 C 筐体でやります。ダックソ、C 筐体用意してください。はい、だんだんいきますよ。まず移動してください、移動してください。先ほど読んだストレス社会とシャカリキダイナミック、 C 筐体の周りで移動してですね、チームメンバーを集めた状態でお待ちください。さあ A 筐体はまず取ったのはミネネス。さあ縦のリーチをかける。さあどんどん呼び出ししておきましょうかね。ダクソファービーいますか、ダクソファービー。通ってます、通ってますね。今日はレディース何人おんねん中ねえ、いっぱいおるね。よかったよかった。さあそして対する 2P が、対するもう一つアッセン2、アッセン2、ゆーちゃん、はるみ、ノラチーム、お二人いますね。ノラさん、あ、いますね。影響体になると思われるので、さあ封じ拳寄っていくんだ、見てね、押し返して、さあワンパン勝負になってくれ。さあ封じ拳耐えるか、押していく、ミネネが押していく。おっと EX どっちだ、ミネネが耐えて勝ったのは
絶賛修行中。はい、じゃあ今読んだダクソファービー DT 野郎と猫背ってどっちが勝ちました？ DT 野郎と猫背はどっちが勝ちました？猫背。はい、ありがとうございます。はい、では呼びますよ。先ほど読んだ C 筐体ストレス社会とシャカリキダイナミック吐いてあげて、はい、じゃあじゃんけんして 1P2P 決めてください。続きまして B 筐体も開きましたので B 筐体呼びます。ラリアット竹中さん吐いてあげて、ラリアット竹中さん、ラリアット竹中さん、はい、対戦相手はチャーリーチャップメン、チャーリーチャップメン、はい、大変お待たせしました、チャーリーチャップメン、チャーリーチャップメン、はい、B 兄弟で試合するので B 兄弟でチャップお兄さんがお待ちです。はい、はい、よろしい。では先方聞いていきますね。さあ、A 兄弟はワンピアが本日のレディースチーム2つ目。さあ、こっちは3人ともレディース。さあ、トーフさんのローズ。そして、ワンツーピアが取ったのは、ゆちゃんのさくら。これで一勝。さあ、2試合目。おっ。It's the battle of the century! Fight! Chip Pook got hot dog in! Chip Pook! What will happen now? Fight! Hadouken! Hadouken! Yeah! さて、まず一歩取ったのはミャオジュリ
Destination confirmed. Are you ready? Fight! さあ、ハルミイブキはこれで抜き返す。さあ、タイソー。さあ、現在ですね、ベスト8に勝ち上がっているのが、フリテンチョンボ、ウリョノリアス6、コーディー任せ、アミュードグラス先、レッツゴーアンパンマン、マイ、ウラオマヨから666、そして、キドー320、ユービー、ファントムソフル、アルバリオの4チーム。そして残りの4チームは今決めるトーナメント。各ブロック4チーム、あ、5チームのトーナメントは今、0回戦が終わって1回戦というところですね。さあ、対象というのはギャスチェンギー、そして対するはハルミイブギさあ、ハルミイブキがまず1ラウンド先取。さあ、リーチを取れ。さあ、向こうではさあ、ユンの勝利ということはスコアですね。勝ったのはシャバリキダイナミック。一番最後のチーム、大変お待たせしました、審判チ審判チお待たせしました、チームメイトお集めください。対戦相手が、俺、この攻略法を使って私はハッピージャグラーで2万枚出しました。はい、C 兄弟で試合をします。対戦相手審判です。はい、審判チです。はい、では、C 兄弟移動してください。 C 兄弟、はい、おっと、最後足元に刺され、勝ったのはハルミイブキ。さあ、レディース対決を制したのはハルミ、8000人の勝利ですね。あ、誰ですか、あ、ココリコ田中、今座ってるのココリコ田中ね。篠崎愛は、おおう篠崎愛、おおうはいだそうです。はい、さあ、ワンピガーがシクワちゃんの殺戮、そして対するツーピガーが、ココリゴ田中に似てるという噂のシマード。Will the tide of battle turn? Fight! Yeah! Yeah! Yeah!
さあ向こうではまずフェイロンということは、手加減、手加減フェイロン、授業中ハイシマウタのところですね。はい、では試合を B 兄弟でしてください。はい、よろしいですか。では 1B2B 分かれてください。先行進みます。さあ、だいぶ佳境に入ってまいりました。 A 兄弟と B 兄弟が現在ブロック決勝、 C は取っているのは、さあ、エンジャザンギエすごいですね、今日はレディースのホーク使いとレディースのザンギ使いがいるんですね。えらいことですね、これ。まあね、この間ブレイブルーの、ね、リリース大会やったらね、レディースのテイガー使いとかいましたから、ね、全然もう不思議でもなんともない世界なんですよ。さあ、エンジャーザンギ取り返して、C 兄弟、次入ってくるのは誰だ。ガイということはハイジがいる。そして B 兄弟は先方中央殺意と、そしてミネローズ、そして A 兄弟はエンチャンのセスがまず取り返して、さあ、これで中堅対決。さあ、セスブランカと、さあ、 1P 側はエンチャンのセス、そして 2P 側は宮迫博之にそっくりなポンスケみやさこさん、大大将遅かったっす今。さあ、 C 兄弟は、さあ、ガイル、ハイジガイルがエンジャザンギを倒して、さあ、大将シンバWhat?
さあ昇竜からのハンデン。さあ宮迫破れる。さあそしてスワルは篠崎愛篠崎愛似てるのかなさあ影響大中堅のエンちゃん、そして大将の篠崎愛に似てる二郎で、勝ったのはガイル。さあシンバ破れる。ということで勝ったのはジャグラーで、まあね、ジャグラーで2万枚言うならね、それは勝ちますよねさあ勝ったのはこの攻略を使って私はハッピージャグラーで2万枚出しましたの勝利。ジャグラーチーム総合は A 筐体まで来てください。 A 筐体まで3人揃って A 筐体まですぐ来てください。すぐ次試合になります。 A 筐体まで来てください。はい、では C 筐体開きましたので呼びます。シャーバリキダイナミックとアッセンニーをやりましょう。シャーバリキダイナミックとアッセンニーいますか。アッセンニー、はい、じゃあ C 筐体移動してください。はいはい、C 筐体移動してください。対戦相手シャーバリキダイナミック、はい、C 兄弟、ノラさんとチームが相手です。はい、はい、ノラさん真後ろに相手がいます。はい、はい、ではまずじゃんけんをしていただいてワンビツビ決めていただきましたら、C 兄弟で分かれてお待ちください。さあ営業代勝ったのはエンちゃん。さあエンちゃんファミリーがベスト8。さあ行きましょう。さあジャグラー、スピーダーはチャップメン。さあ京都勢同士、京都勢はアチョ以外ではですね、まあ CL があったりとか七条キングがあったりとかエンマチキングがあったりとかしますが、
Are you ready? Fight! Let's go on! Ura! Thunderous Fire! Which of these will walk away a champion? Yeah! はい、これね、京都勢がね、もうほとんど残ってないっていう。まあまあ、でも一チームは確定なんでね、チャップメンとジャグラーどっちか、どっちも京都勢なんでね。さあ、あと3チームです。あ、2チームですね。さあ、シャカリキダイナミック、タレゾウシオニスコア対、アッセンニー、ユーチャン、ハルミ、ノラチームのどちらか1チーム。で、チャーリー、チャップメン、チャップをピーナッツ、ネクロ対、ジャグラーで2万枚、ハイジ、テガゲン、メガテンの、どちらか1チームが決勝と。さあ、現在残っているのは、エンチャンファミリー、エンチャンチクワ、チクワちゃん J、コーディにお任せ、アミュードグラス佐々木、フリテンションボ、ウリオノリアス6、レッツゴーアンパンマン、ワンマヨコロ666で、機動三人衆、リュービー、ファントムソウル、アルバリオ、そして、猫背、猫背中道、ゴー中道。ではですね、大会で使用しておりました B 筐体の方のジャイドイートスで解放しております。B 筐体の方、大会で使用しておりました B 筐体の方のジャイドイートスで解放しておりますので、のジャイド楽しまれたい方はどうぞ B 筐体の方ご利用ください。そしてですね、C 筐体も現在の試合が終わりますと、のジャイドイートスで設定解放させていただきます。 C 筐体も現在の試合が終了いたしますと、のジャイドイートスで解放いたしまして、3-on-3 大会の方は A 筐体1台のみの進行となりますので、皆様よろしくお願いいたします。さあ、勝ったのはチャープオ。The battle has begun. さあ、影響体は出てくるのはハイジガイル、そしてシャープをホーク。さあ、先ほど3立てを見せたハイジ。終わったかな。終わったっぽい。負けました。はい、ということは、シャカリキダイナミックの勝利ですね。さあ、7チーム目上がってくるはシャカリキダイナミック。さあ、ラスト1チームが A 筐体のソニックブーム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 。結果次第ですね。ファイヤー
勝ち上がってるチームの皆さんですね、コーディーに、コーディー任せ、フリテンチョンボ、レッツゴーアンパンマン、機動三人衆、猫背、シャカリキダイミックで、シャカリキダイミックエンジャーファミリー、の方々、今 A 兄弟で、やっている組み合わせが終わり次第すぐ決勝トーナメント始めていきますので、チームメイトを必ず集めた状態でこの辺でお待ちください。チームメイトを集めた状態でお待ちください。さあ取ったはチャブアLet's get started! Fight! Open up! Galactic Tornado!強気。ですね、現在 C 兄弟の方もノジアイの方に開放中ですので、どうぞどうぞどうぞノジアイをしてください。あと先ほどから申しておりますがですね、一番奥の台ですね、あとずーっとノジアイで開放してる台ですね、あの堀様のご提供のあのロケテストですね、ハヤブサスティックというあの堀様が独自で作られている、スティックですね。普段ゲーセンで動かしているのはサンワという会社のスティックなんですが、ではなくて独自で作っているスティックを、ロケテスト中ですので、ぜひ皆さん、感想等々ロケテストの感想を書くアンケート用紙がありますので、ぜひ、プレイされたらして書いてくれたらなと思っております。というてる間にさあメガテンがじゃあそれでじゃあ再生いくで、はい、というわけで仕切り直しの3ラウンド目からでいきましょう。さあまずはメガテンが体力を奪っていって EX、 めくりが通る。しかしスパイを気づいて返す。さあこれは EX で一旦迷いを離して、正面ガードガードする EX スパイア。さあ分からない展開、これは救世主が勝つ。アプリコット5番で待ってる方、アプリコット5番で待ってる方いませんか。アプリコット5番で待ってさあ、そして大将ネクロザンギと、そしてメガテンルファス、大将だけぜ。さあザンギフォークルファス、さあすごいチームでしたが、ワンピガーが、ジャグラーで2番目に出しました。最初メガテン、そして対するツーピガーはチャーリー・チャップメンのネクロザンギ。おーっと回っていく、取った地形側の EX バに差し込み、まずはネクロザンギルリーチ。さあザンギルファス、
あとオペラシーフォルグラが、あとガードだったが削り切る。最終ラウンド、さあこのラウンドが終わったらベスト8始まりますからね。ベスト8通過チームの方々、チームメンバー集めておいてくださいね。抽選しますからね。アミュードグラ佐々木、ウリオノリアス6、ワオマロカ666、チクワちゃんエンちゃんジェイ、ギュービーファントムソーブアルバリオ、ネコゼ中坊ボーチュータレゾー後ろにスコア、以上の方々、チームメンバー集めてモニターの前ですぐお集まりくださいね。さあネクロが体力リード、トルネード 2P 振って、あーとあいち、チョップを振っていく。最後はファルゴンを体育勝ったらネクロザンギ。さあチャーリーチャップメン決勝進出。さあ6時半です。